どうも、なでしこリーグ10年ゴールキーパーをしていたトビーです。今回はゴールキーパーのゲーム分析、スペースディフェンスについて解説していきます。スペースディフェンスとはディフェンスとゴールキーパーの間のスペースを守るということです。そのスペースをゴールキーパーが守れるとチームとして助かります。ただゴールキーパーはゴールを開けて守るので判断が難しい局面になっています。どんなところを見たらよいかポイントを解説しています。どうぞ。高いポジショニングを取れたことにより背後のスペースを狙いやすくなっています。相手がフリーでゴールに向かっているとき、ポジショニング修正をし構えられています。背後のスペースに出た瞬間に狙いに行っています。相手がトラップミスをした瞬間に迷いなくアプローチに行き、シュートコースを防いでいます。スタートのポジショニングが高い位置であるとキャッチできます。背後のスペースに出てきそうだなという予測からポジショニングを取り、味方が相手に体を入れた瞬間に迷いなくアプローチに行っています。外にクリアをしたことで悪い流れを断ち切りリセットしています。スペースディフェンスのまとめ。ポジショニングは背後のスペースを狙えるポジショニングと頭上を越えたボールに対応できるポジショニングです。予測、認知、判断、実行、この4つが大事になります。事前に情報を多く入れることで予測しやすくなります。ボール保持者の持ち方と背後へアクションを起こしている選手を認知します。ボールの軌道と相手の状況を見て判断します。トップスピードで狙いに行きます。以上がスペースディフェンスのポイントになります。